サウルは、旧約聖書、サムエル記に登場する、紀元前10世紀頃のイスラエル王国の最初の王。ダビデに槍を振り上げるサウル・サルバトル、ローザ、エンドルの口寄せの家で、サウルに現れるサムエルの霊1668年ルーブル美術館、サウルの最後の戦闘を描いた絵画サムエルが死士として、イスラエルを指導していた頃、民の中から王を求める声が強くなった。 サムエルは王政のデメリットを以下のように説明するが民が聞き入れなかったので神の指示によって王になるべき男を探す。サウルはベニヤ民族出身の騎士の息子で背が高く美しい若者であった。ロバを探しに出てサムエルに会い、サムエルは彼が神が選んだ人であることを悟って油を注ぐ。最初の戦闘でサウルは アンモン人に攻め囲まれたヤベシギレアデを救い、民に王として歓迎される。その後もサウルは、息子、ヨナタンや家臣たちと共に、イスラエルを率いて、ペリシテ人や周辺民族と勇敢に戦った。しかしアマレク人との戦いで、アマレク人と、その属する者を一切滅ぼせという神の命令に、従わなかったため、神の心は彼から離れた。 神の声を伝えていた、サムエルもこれ以降サウルに会うことはなかった。サムエルはサウルを諦め、神の言葉によって密かにエッサイの子ダビデに油を注いだ。ダビデは、ペリシテの勇者ゴリアテを打って、有名になり、盾ごとの名手として、サウルに仕えたが、サウルは、ダビデの人気を妬んで命を狙った。ダビデは、逃れ、何度も、サウルを殺害するチャンスを得たが、 神の選んだ人に手をかけられないと言って、サウルに手を触れなかった。ダビデの立てごとによって、サウルから悪霊が出ていった。第一サムエル十六章二十三節の聖書記事は、初期の音楽療法とみなされている。サムエルの死後に、ペリシテ軍がシュネム二陣を取った際、サウルは、恐れて主に伺いを立てるが答えを得られず、自ら立ち滅ぼしたはずの口寄せに頼った。 サムエルが現れるが、あるは、イスラエルの軍勢をペリシテ人の手に渡されると、言い渡される。サウルは、ペリシテ軍との戦いの中で、ギルボア山で、息子たちと共に追い詰められ、剣の上に身を投げて自害した。また、重傷だったサウルに頼まれて家臣がとどめを刺したとの、異なる伝承もあるが、そのようにダビデに話した若者はダビデによって、処刑された。 サウルとヨナタンの遺体は、ペリシテ人に奪われ、鎧を剥ぎ取られた上でベテシャンの城壁に釘付けにされ、晒し物にされていた。それを聞いたヤベシギレヤベの勇士たちは夜に取り返しに、行き、取り返した後は仮装神骨は、ヤベシの魚流の木の下に埋葬して一週間断食、した。後に次の王となったダビデによって、ベニヤミンの地ゼラにあるその父、騎士の墓に移送され、 葬られた。サウル王の四男の異種、ボシェテが、ただ一人生き残り、将軍アブネルに、指示されて、マハナイムで、サウル王朝、第二代目の王になった。異種、ボシェテが暗殺されると、サウル王朝は滅亡して、ダビデ王朝が始まった。サウルの孫にあたるヨナタンの足内の子メピボセテは、その父ヨナタンゆえに、 ダビデより施しを受け、常にダビデと共に食事をするよう食卓に招かれた。サウルの家族については、サムエル記上14時49分 -51、サムエル記下二21、7から14、歴代史上8時33分 -35、参照。聖書中の記述を元にするとサウルの新編は、おおむね以下のようになる。ありがとうございます。